山下達郎が野党批判、何でも反対批判のプロパガンダをお休みにしませんか先日放送された東京 FM の番組の中で山下達郎さんが次のような発言をいたしました。非常事態宣言が出されました。それに対していろいろな声があります。普通に社会生活を送っている人にとって家にこもって外に出るなという、また中小の 経営者にとって店舗の営業を自粛せよという今の状況に対して不安のない方など一人もおりません。怒りのない方だって一人もおられないと思います。みんなジリジリとした気持ちです。それを口にしたい衝動をみんな抱えています。こういう現状の中で生まれる数々の不条理への戸惑いとか鬱憤、うっぷん 苛立ちを抑えきれずある人はそれをネットに紛失させ、ある人はメディアを使ってぶちまけています。そうしたい気持ちは痛いほどわかります。私だって思い切り怒鳴りまくりたい衝動もあります。でもそんなことをしてもウイルスがなくなるわけではありません。今一番必要なのは政治的なものを乗り越えて、 団結ではないかと思います。政治的対立を一時休戦して、いかにこのウイルスと戦うかを、この国のみんなで、また世界中のみんなで、助け合って考えなければならない時です。何でも反対、何でも批判のプロパガンダはお休みにしませんか。責任の追及とか球団は、このウイルスが収束してからでも、 いいいいくらでもすすればいいと思います再三、再四申し上げているように、こういう時は、冷静さと寛容さが何よりも大事です。静かに落ち着いて物事を語りましょう。正確な判断は、冷静さからしか生まれません。我々は、我々ができることをいたしましょう。 今はできるだけ他者との接触をさせ、避け、感染の広がりを防ぐ努力をいたしましょうとなっておりまして、まあ、この山下さんのおっしゃる通りなんですが、現在このような緊急事態においても、おかしな野党は国会などにおいて、反対のための反対、批判のための批判を繰り返しており、 その結果、国民が被害を受けてしまっております。例えば、民主党政権下であった野党自民党は、東日本大震災などの災害時に民主党政権に協力をしたという事実がございます。当時の菅直人首相の外国人法険金事件によって、辞任に 追い込めたのに、それをせずに協力いたしました。しかし、今の野党、民主党の残党は、国会でデマを撒き散らして、妨害を続けております。現在国内において感染が拡大している COVID-19 も災害です。それも、日本全土で起きている災害であり、こういった 災害に対して国民の代表たる国会議員は国民を守るために一致団結して対応するべきはずなんですがまあ残念ながら特におかしな野党は民主党の残党の皆様は自分たちの利益だけを求め国会を 妨害し続けててままっておりますこういったおかしな野党は、国会に、日本の政治に存在しているだけで、国民を危険にさらし続けますので、皆様、今後行われるすべての選挙では、おかしな野党には、おかしな野党の候補者には、絶対に投票しないように、お願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。